プリキュア新作ワンダフルプリキュアに対するネットの反応を紹介していきます。テレビ朝日系アニメプリキュアシリーズの新作に史上初の犬のプリキュアが登場することが7日発表された。第21弾作品ワンダフルプリキュア日曜前8時30分で2月4日にスタートする。動物と人が仲良く暮らす街アニマルタウンを舞台に、犬と飼い主、猫と飼い主など、動物と人の間に紡がれる深い絆の物語を描く。キャラクターは、動物をこよなく愛する中学2年生の女の子、犬飼いいろは、キュアフレンディ声は種崎あつみ、いろはの飼い犬であるパピヨン、犬飼い小麦キュアワンダフル声は長縄マリア。ある日、謎の生物、ガルガルが街で大暴れし、いろはを守るために小麦が人の姿になってプリキュアに変身する。新作？ワンプリワンダフォーなプリキュアはもういるだろ。なんかすごい女児向けアニメっぽいのが始まるな。元から女児向けだよ。プリキュアは20年一貫して女児向けなんですよ。バケンプリキュアものすごい打鍵感。合法的にプリキュアを犬畜生扱いしてな。そうだ、プリキュア飼育。俺もプリキュア飼いたい。擬人化プリキュアとはたまげたな。変身前が半裸。犬がプリキュアってプリキュア状態でタチションしちゃって困る話があるんです。プリキュアが粗相をってなるのかな。寿命10年ないプリキュアか。小型犬は20年弱生きるよ。仮にハムスタープリキュアが出てきたとして、その子だけ寿命で退場なんてのもあれだし、そこはこう不思議なパワーでなんとかなってるだろう。パウパトロールが受けてるからだな。史上初のプリキュアだぞ。検索するときに今まではプリキュアと打てば OK だったけど、プリキュアと打たないと引っかからないケースが出てきそうだ。犬はペットじゃねえか。犬が主人公って嘘かよ。両方する。それで犬の方がメインだ。ピンクは人間で犬ではないのではと思ったら飼い主が紫なのか。じゃあ犬が主役なのか。小麦長縄マリア、飼い主種崎、シリーズ構成成田先生10年ぶり。種崎さんついにというか案の定プリキュアに。プーカエ越体くんがついにプリキュアに。種崎さん代合ってる時点でいつか来ると思ってたけど早かったな。主人公はアーニャか。アーニャがプリキュアに。エシカクゲ声優からここまで大躍進した声優って他にいる？種崎さんの快進撃がまるで止まらない。長縄マリアが主人公とか嬉しいわ。長縄マリア声の犬とか何かヤバい性癖が解き放たれてしまいそうだ。小動物系キャラに定評があるな。お助けあれ、お助けあれ。ワンワンワン、おはよう庶民。中野人ドルフィンウェーブのメス犬も演じてるんだな。長縄さんはアークナイツの生放送でお祝いコメントしてた時に地声がふわふわトロトロしてて、ゲーム内のキャラは結構キリッとしてたからギャップに驚いた。そっちが地声なのかよって。キラファンやってたからステマのタマちゃんのイメージが強い。あと決勝版ちゃん、シリーズ構成成田か。大人プリキュアの人か。成田先生だから妙にリアルなペットの話入りそうだな。題材的に捨て犬とかそういうエピソードはあるだろうし、絶滅動物の話も多分入るだろう。ケモドが低すぎてケモナーには物足りなかろう。これをケモと呼ぶなと界隈からは言われるな。確かに飼い主と魂が入れ替わる会は予想できる。かわいい女児が犬の真似をしちまう。普段はリードして散歩してるのを人型の時にもやっちゃうんだ。犬の習性に引っ張られるプリキュアか。タイトルバレはしててもそうきたかってのは大いにあった。ウレションしちゃうんだ。基本が犬ってことは人間の生活教えないと結構大変なことにならない？野良犬ならともかく人間と生活してるんだからある程度は大丈夫じゃないか。絶天狼抜刀だが必殺技。人権がないプリキュア。割といるだろ。犬形態じゃなくほぼ人間で途中から飼い主とプリキュアたちの交流も書かなくなるはありそうで怖い。逆にずっとただの犬だと1年間話持たせるのしんどくなりそう。パートナーが飼い主だから割とやりようはある。メス犬プリキュア。そのポーズ可愛いからやめろ。子供たちにポチネイって呼ばれちゃうんだ。首輪がとても似合いそう。飼い主も一緒に変身するとバディ感あっていい。4人いるのに犬猫1匹ずつしか出てないからそれぞれ飼い主とペットじゃないの？ニャミーの決めセリフがかまってあげるなのが実に猫。ワンなのに猫もいるんだ。犬とその飼い主、猫とその飼い主、で変形か。見る感じ飼い主とペットかける2に追加ウサギで5人編成かな。去年の赤ちゃんといいだいぶ攻めた性癖してるな。今回は男いるのかと思ったら明らかにプリキュアに変身しそうなウサギを飼ってて、うむなんだか興奮してきたよ。ウサギに仮面来るか。ウサギじゃなくて男の子がウサギのお助けキャラに変身するパターンかも。聞こえる聞こえる。他の2匹と違ってウサギにはまつげが描かれてないからオスかなって感じはするな。
DS プリキュアか女装プリキュアか、ありだな。男の子プリキュア、ウサギ、男の子の飼い主、多様性の扉が開くな。まだわからんけどさすがに追加キュアがオスは大冒険じゃないかな。新商品を引っ提げて登場するはずだから男女ペアならともかく男だけはチャレンジャーすぎるとは思う。クバサが一年何の問題もなく陰獣剣プリキュアやってたのになぜそこまで騒ぐんだ。メインペアでもない3番手とメインペアでしかも1番手じゃ全然違うよ。しかも翼くん問題そこじゃねえ。ただそれでも翼くんでワンクッション置いたのはすごく意義があったと思うよ。まず男の子じゃなく動物という方を使ってくるとはちょっと思わなかったが。よくよく考えたらオスのプニアナバードがプリキュアになってるんだから犬だってなるよなそりゃ。今のとこあらすじ読む限り犬の妖精と出会うとかじゃなく普通の飼い犬からスタートだからな。普通の打剣かと思いきや実は。ってなるんじゃないかな。飛行機に乗せるかどうかで揉めるんだ。ペットショップとかブリーダーとかの扱いどうすんだろうとは思ってる。ここミスると愛護団体うるさいだろうし。メシアだらけのデパプリでも金の話はしなかったから、そもそもプリキュアで金の話が稀だけど、犬がもうよだれ垂らして飛びついててダメだった。犬モードのよだれ描写こらかと思ったら本物だった。犬型の何かじゃなくてマジで犬だからな。食べ物見せたら知らない人にもついていきそうでいいね。ペットだけで移動できる範囲って限られるし従来なら省ける飼い主の描写も毎回あるとなると結構作画的にはタフな設定な気がする。魔法少女に憧れてが放映してる中メス犬プリキュアという符号。普通の犬がプリキュアの力もらって変身できるようになるのかな。最後に普通の犬に戻ったら後で数年で死ぬのかって考えちゃうな。子供たちが家を離れ寂しかった我が家ですがこの猫が来てからはこれを受けて子供が欲しがるのがそのものを模したぬいぐるみなのかリアルのペットなのかはフィクションの受け止め方として興味深くはある。まず犬は人を離さないし人間にもならないというのはちゃんと教育しなきゃいけないと思う。子供はその辺の区別もまだついてない。ペット飼わない家庭の子からしたらペットという概念の第一印象にこれがなるわけだから、今作の書き方次第では外で人が連れ歩いてる動物はみんな喋るんだってしばらく思い込む可能性あるよね。キャラ説明に人になって話せるようになって大喜びって書いてあるし、犬状態じゃ完全に喋らなそうだからそこは大丈夫じゃない。人になれないってのは親御さん頑張って。ワンダフルプリキュアに対するネットの反応、いかがでしたでしょうか。犬がプリキュアになるということで、展開などいろいろ想像する視聴者も、主役2人のキャストが決まったけど、他のキャラや追加戦士がどうなるかも気になるところ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。